田村海で爆弾技術が血液型を判明。不明なの？不本番なの？今から本番なの？あ、あれ？例のやつ？はい、そうです。いや、めっちゃ緊張しますよ。俺がついてるから。はい、頑張ります。たった10秒だから大丈夫だよ。少年忍者のくぼれんです。今日はバランスボールに練習をしていきたいと思います。1、2、3、あ、いける、4、5。ここはね、回したらね、一発なんですよ。回す、回し、回し、ダメだよ、ダメだよ。1、直し、ダメよ、か。待って、やばい、むずっ。1、2、あ、1、あ、1、2、3、4、5、あ、惜しい。1、2、3、4、あ、やっていただきます。行きます。
いけ。あれ？あれ？あれ？ちょっと押してる。ね、180度ですか？あの、ちょっとやらかな人間です。どうも、もとき役です。また割りっていうんですかね。は結構ペタってつくんですけど、やっぱ開脚はですね、全然いかないんですよ。真横が180度じゃないですか。本当に90度。これは無理ですね。毎日この同じ絵、前いかないんですよね。やばい。遠髪にしてね。やばいな。1日目ということで、まずは少年忍者覚えましょうか。飛行機が7月30で A 型、匠が2月28の A 型。1人目、那須優と高橋優と11月15日 A 型、井上瑞希くん、中村玲也くん、4月2日の何型でしょう。A 型ですね。で、あで A 型。中村海斗くん4月15日 O 型。締めかけ龍也くん6月23日 AB 型。AB 型は、サビ型がいない。ハイハイもいない。そう、ハイハイもいない。覚えちゃったな、全員。最初はね、リンちゃん。おぉ。いきますよ。じゃあ、1人目。滝陽次郎、8月11日 A 型。おぉ。6月23日 AB 型。あれ？え、マジ？おい！
高校行くんそうです。よくないけど、結構、でも2週間やったら全部変わります。おー、なんで、ちょっと見てもらえます。じゃあ、お願いします。いきます。おー、どうも、少年忍者の稲葉道春です。今日は第1日目です。全然できないですね。もっと頑張れよっていう感じの L 字です。数をこなした方がいいのか、回す、見えてる、次はナオにやってもらいます。で、何やるんですか。僕はリフティング7回。いや、これは7回です。前回の動画でね、20回。まあ、一応やったよ。で、20回できたよ。ただ聞いて、これ最終日4時間かけてできたの。少年忍者の織山です。リフティング20回目標なんですが、まあ今日は初日ということで、まあ、どんな感じかなっていうのを今回やっていこうと思います。Yeah!